2016年の11月。そしたら2017年1月20日にプーチンが、トランプが大統領になった途端にネビルムはマスコミを通して徹底的にトランプを攻撃した。覚えてるでしょ。あいつはロシアと親しくした、なんだか言ったよね、もう忘れたろ。もちろん今は諦めよった、攻撃する方はね。そしてトランプは何を考えてるんや。プーチンとつながってる、つまりロシア地下政府に憧れてる。僕が今言ってることはダイヤモンドや。トランプはロシア地下政府に憧れてる。こんな表に出てもボカンボカンになるようなアメリカの政治はダメだ。だから裏でつながってるわけです。アメリカとロシアがつながれば強い。何に対して？ネビルムに対して。次、アメリカ大統領選挙が11月3日ね。これはどうしてアメリカ大統領になれるんや。策略でも膨大でもない、当選するかどうかや。そこで人々の、一般の人々の投票なんですよ。一般の人々は皆さんに今言ってるネビルムのことは知りません。だけどトランプのあるものに賛成してる、いわゆる白人と呼ばれる人、キリスト教福音派と言われる人たち、そういう連中を、次、トランプは利用せんと当選できないんです。これがトランプに一番の痛いとこや。俺はこうやって言えない、理解できないから。だから11月3日の大統領選挙に勝つまで彼はものすごい策略を練るわけです。でそれに対してネビルムは、先の世界銀行ね、世界経済はこんなんやないかとか、あるいは中国との戦いにおいてこうやないか、あらゆることでトランプを攻撃するわけですよ。それが毎日の新聞載ってるわけです。トランプはこういうふうにやってるわけね。あんだけやられたら普通の人はあかんで、だけども彼はへこまん。だから11月3日の大統領における選挙の再選を狙う。大統領になったら次は暗殺で狙われる。バノンというところ、トランプの知恵袋や。その知恵袋のバノンが全ての知恵と知識をトランプに与えとる。今6月、すごい時代の中で私たちおるんやな。そこで先ほどの話戻すと、ロシア地下政府、スターリンはその意味では賢いやつや。だから表の政治をやっとったらやられる。スターリンの時代、すなわち第二次世界大戦でロシア人が一番よく死んだ、数してますか？2700万ですよ。日本人の軍人で死んだのは340万や。ロシアは2700万。だからスターリンはあいつらなんやと分かったんです。ほんで自らはまだ表に出てなあかんから、表に出てた。やがてユダヤの医師団というのが来てスターリンに注射を与えて殺しまった。そのユダヤとは何や、もちろん偽ユダヤです。今のイスラエルと一緒や。カザール人なんです。宗教をユダヤ教にしよったや。あとマレンコフ、さっき言ったずーっと思ってます。絶対に表面出ません、最後に勝つために。だからいかなることがあろうと、ソ連時代の核兵器および運搬手段およびあらゆる武器は全部ロシアに握ってますよ。だから皆さん新聞でこんだけワイ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 やりながらでもめったに出ないね。時々プーチンの悪口ぐらい出るぐらいで。生きるってそういうことじゃ、目立ったら生き残られへん。次の時代をじーっと待っとんね、缶詰の中に入って。